佐々木くんはちょっと邪魔だからね。生意気だし。これで諦めるんじゃない？え、今何を？あれ？僕何か言いました？やだな、金巻さん。身の程知らずが、あなたたちの剣術など所詮お遊戯なんですよ。ロックン少女悪霊退散。彼は鹿島新学園からの研修生、塚原牧伝。おい勘助、座敷わらしを連れてきたのか。さっきからこっちを見ているが。え、座敷わらしって私のことですか？しかし不気味だ。まるで生きているようだな。ああ、クラマテングは非常に強い霊力を持っていた。生きているのか。もしこれだけの札がなければ、今も汚れを封じきれないというのか。ああ、千年封じられてなお消えぬ、常人には決して触れてはならぬ汚れだ。僕の遠いご先祖様がこんなに近くにいて苦しめられていたなんて。キイチ、やめろ。それ以上近づくな。ベイビー、射的があるよ。やってみないか。うわー、楽しそうですね。今ここで俺と勝負しろ。わかりました。必ず牧伝さんに勝ちます。人と人ならざる者の因縁は巡る。行きます。今全ての決着をつけましょう。剣豪は剣術の源流へたどり着く。因縁と豪の第4章、強八編。